はい、どうぞどうも、こんにちは、エピソースです。いやー、久しぶりだね。今俺は、今ね、皆さんにはまあこの動画見てるってことは、つまり俺は YouTube でね、誰かが見てくれていることでしょうね。はい、関係の話ですね。今回ですね、俺の動画は一体何から始まったのか。そうです。カード紹介から始まりました。ということで今回ですね、久しぶりにドラゴンボールヒーローズ紹介しようと思ったのですが、カードありすぎんだね今、うん、昔はね星1とか星2、星3、星4、うん、まあ紹介してないから CPP とかね、まあ紹介していたんですが、多すぎんだね、今回ね特にちょっと皆さんに教えたいことはあります。それがまあね、こちら、じゃじゃん。はい。あちらにね、スーパードラゴンボールヒーローズに詳しくない方がね、信頼をやってないよって方はね、もしかしたらやってる友達がいるかもしれないでね、その人に教えてあげてください。でも今回はね、この、星4じゃないんすよ。星じゃないんすよ。CP。キャンペーンカードのベジータを紹介します、今日は。はい。プレイ動画はね、動画撮ってないで無理なんですけど、じゃん。これ2ラウンド目にアタッカーにすると、これね、自分のパワーはエースゴで4000し、この合計で当たるダメージが2倍になると。これよね。うん。まあ、ちょっとアビリティはね、ちょっとね、そこそこ、って感じなんですけど、はい、これ勝たなくちゃいけないんでね、ちょっと使いづらいかなって。けど、このベジータにめちゃくちゃ相性のいいカードがあるんですよ。それが、じゃじゃーん、ベジータの実の弟、ターブル。まあ、このカードね、なんだっけな、何のカードだっけな、これ。ピーナッツよ、これ。だから、ゲーセンでは手に入ります。あ、ちなみにこれ CP って書いてあるんですけど、これは普通にゲーセンで手に入れます。はい。これここに書いてあるとね、ウルトラゴッドミッション5段、CP2 って書いてあるんでね、今だけです。来年の1月くらいに多分新しくなっちゃうんで、今のうちに連呼して当ててみてください。はい。で、このターブル何が強いってね、はい。このターブルの応援。サポーターにして仲間にリンクラインを当てると発動。このランドのみ仲間の敵に与えるダメージが 1.2 倍になる。さらに仲間がベジータの時は効果がアップする。1.2 倍弱えじゃんって思ったから、甘いです。うざいね、今の。仲間がベジータの時は効果アップ。何倍だと思います？正解っていいですか？画質悪いな。正解は3倍です。このベジータにリンクラインで当てると、このベジータの当たるダメージが3倍なんですよ。で、さらに、このベジータが2倍なんですよ。だからつまり、しかもこれね、絶対に必殺技を発動するんですよ。封印されてても絶対に。だから、これ6倍の必殺技を2ラウンド目絶対にぶち込めるっていう敵に。これはね、ほんと当たった時びっくりしたね。うわ、2倍じゃんって。で、ここからね、ちょっと、必要、まあ、これ、めちゃくちゃ安いんですけど、まあ、そのうちこ、高くなるかもしれないですけど、このカードっていうか、俺のね、考えたチームのカードを紹介します。まず、こちら、じゃじゃん。この悟空ですね。これはね、ビッグバンミッション12段ですね。これね、ウータルゴトミッションって書いてあるんですけど、こっちが、今なんですよ。だから、これは昔の方なんで、今はもう手に入れられません。はい、多分、どっかのね、カードショップの、ストレージっていうか、こういうカードが星1、星2、たまに星3、星4とか入ってるんだけど、めちゃくちゃ並んでるやつで、1枚20円くらいする、まあ、コーナーがあるんですよ。そのゲーセンじゃなくて、そのカードショップのどこかに。まあ、もしかしたら入ってるかもしれないです。頑張って探してみてください。はい、で、これね、見破った戦法、合ってるかな？サポーターにすると、そのラウンドの敵チーム全員のダメージ倍増効果無効。そうなんですよ。ここからはね、ちょっとドラゴンボールヒーローズめっちゃやってる人じゃないと難しくなっちゃうんですけど、このね、まあ、とりあえずこのサポーターにしたらね、軽減します。絶対に。必殺は打たせません。攻撃もさせません。まあ、ダメージ食らうよね。だから超強い。はい。で、今がね、ちなみにね、キーストドロック、これが、優秀です。俺いつも使ってます、これ。これね、奇襲の一端でね。で、さらに、これね、自分のね、チャージインパクトスピードを変えないんだよ。つまり、チャージインパクトをこうやって、ウェイって速くなんないんだよ。だから、めっちゃ使いやすい。だから、最速にされても、このベジークス、まあこれ、ベジータとドランス合体したらやべえやつなんだけど、これが強いの。で、キーストロックで、その相手の、アビリティを封印っていう。これ、クソ強い。ほんと、これぜひ、これ、
お店に出たら買ってください。ということでね、今から、俺のね持ってないカードを紹介しています。まあ持ってるカードも一応写真では撮ってあるんだけど、まあね写真の方がちょっと、じゃん、はい、ということで、じゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃん、あ、ちょっとあの10秒スキップしといてください。マジで時間かかんで、はい、で、まずはこのギネですね。ギネ、このギネっていうカードがあるんですよ。まあこれしか、結構ドアップで撮ってんで、結構はい、結構ね、結構もういいや。で、このギネはまあスペシャルカードなんですよ。はい、いろいろね、種類がありまして、ヒーロー、バーザーカー、エリートっていう普通に攻撃できるやつなんですけど、これはスペシャルっていうカードなんですよ。だから攻撃はしないんですけど、アビリティが使えるっていう。で、このギネは2倍にできるんですよ、当たるダメージを。もうね、つまり、はい、おさらいです。ベジータ当たるダメージ2倍になります。で、その2倍、ベジータにターブルを当てて6倍します。で、さらにこのギネを当てて12倍します。はい、6×212、やばいですよね。けどね、もちろん弱点がありまして、敵に、例えば、じゃん、この、まあ、簡単に表すと、この悟空が弱点なんですよ。こっちの当たるダメージをダウンされるんですよ。超ダウン。だから、つまり、俺の当たるダメージがめっちゃ何倍も少なくなってるってことなんですよ。だから、この悟空がいたら負けなんですよ。っていう時にですね、この、暗くて何も見えないや、さっき紹介したベジークスが使えます。で、それで、こいつを封印して、で、大丈夫っていう。ちなみにね、こういうね、合体ザマスとかは、さっき紹介した、悟空で、倍増効果を無効にすれば、このザマスのゴッドミテは効きません。軽減も効きません。あ、軽減は効くわ。けど、このベジータがいれば、大丈夫。このベジータね、サポー、アタッカーにしたら、自分チームか敵チーム、どっちかのダメージ倍増効果を無効にするんですよ。で、サポーターにしたら、相手のダメージ軽減効果だけを無効にするんですよ。だから、まあ、使いやすいですね。で、もしもね、相手がガードすごい高かったら、たとえね、必殺技ダメージが12倍でも、全然ダメージ食らわないですよ。はい。たとえ、普通にダメージだったら9万くらいつく、食らうやつでも、ガード高かったら、普通に3万くらいで、抑えられちゃうんですよ。まあそんなに食らったら普通相手死ぬけどさ。で、このゴジータ、最近ね、ガードがね、高い敵がいるんですよ。上げてくる敵、ガードを高くする敵。だから、このゴジータで、ちょっともう何言ってるか分かんないと思うんですけど、分かる方だけちょっと見てください。違う、分かんない人はバカって言ってんじゃないかね。さあ、このゴジータはね、ガードが7000以上の敵がいると、相手のね、ガードを、もうゼロにする。なかったことなんですよ。無効。だから、めっちゃ強いです。でまあ、1ラウンド目、1ラウンド目にボコボコにされて死ぬっていうことがよくあるんですけど、それはね、このピッコロ、オレンジピッコロをね、お使いになられてはいかがでしょうか。このオレンジピッコロね、自分だけなんですけど、受けるダメージを1000以上受けないんですよ。はい、だから強いんですよね。まあ、あと、セルマックスもいます。セルマックスじゃない、こいつセルゼノだ。このセルゼノも使うのも OK です。もうほとんど同じなんでね。はい。ね、こういうね、悟空とかね、こういう合体ザマスと同じなんですけど、さっき言った通りね、こっちには悟空がいます。はい。サポーターにしたら敵のダメージ倍増効果を無効にする悟空。ですので、ご安心を。ですよ。で、このベシッと。このベジータはね、何が言いたいかっていうと、さっき紹介したベジータいるじゃないですか。あ、お金がある方はこっち買ってください。こっちは 2.5 倍なんで、あ、けどそしたらターブル使えないか。あ、じゃあベジータでいいや。2.5 倍で必殺技絶対に与えたいっていう人は、このベジータ買ってください。ちなみに、よく間違いんですよ。こっち買う人いいんですよ。こっち。これ、星4なんですけど、まあ、こっちはシークレットです。ね、これ似てるでしょこれ。ね、これ似てるでしょ。あと回してください。すいません。けど、これが、こっちですかね。この銀色に光っている方ですかね。ね。
金色じゃないからね。俺こっち買ったんだよね。俺こっち買っちゃったんだよ。ね。で安いと思ってね、1000円くらいで売ってて、安いと思ったから。あ、なんだ、こっちじゃん。え、めっちゃ安いじゃんって買ったら、違うんだ。こっちなんだ。真似しないように。でもね、今回はね、まあ、こんな感じで、す。はい。ね、ベジータをね、うまく使いこなせる人はいるのでしょうか。ね、どういう、普通に強かったか、それともあんまし、そこまで強くなったよとかね、そういうコメントもね、欲しいのでね、ぜひ、ね、このターブルとね、このベジータの組み合わせ、ぜひ、お使いになられてはいかがでしょうか。それでは、バイバイ。サムネ、サムネ、サムネ。え、綺麗。めっちゃ綺麗じゃん。ご視聴ありがとうございました。コメントよろしくお願いします。かっこいいな。